こんにちは、たけチャンネルです。今週もね、毎週火曜日恒例の、こちらアシェットの、週刊セリカリフトバック 2000GT を作る、こちらをやっていこうと思います。今回で11号ですね、になります。まだ今回も引き続きエンジンの組み立ての作業になります。というわけで、早速開けてやっていこうと思います。はい、どうしたらね、開封して、こんな感じなんですけれども、もうこの時点でちょっと嫌な予感しかしないですけれども、今日部品全然入ってない開けると、タイヤと、これはキャブレターかな、キャブレターのパーツとネジ以上になります。はい、というわけで組んでいきましょう。よいしょ。これと、キャブレターがね、上下2つのパーツに分かれてるので、これをまずくっつけてあげる。くっつけてあげて、ネジで止める。こんな感じ。こんな感じで上下のキャブレターをネジで留めてくっつけてあげる。そしたら、このキャブレターをどっち聞こうかな。キャブレターを、インテーク側のマニホールドの後ろ側ですね。後ろ側に取り付けてあげる。あ、これは一方もつくようにしかつかないようになってますね。ゲートが汚い。これが、ここについて、で、これが、この蓋は何なんでしょうね。今この蓋をつけたんですけど、ちょっと何の蓋かはよく分かんないですけど、蓋がついたのとキャブレターが片方つきましたと。こんな感じ。はい、今回は以上です。はい、あっさりですね今回はね。はい、で、ここに番号を書いておいて、というわけで今日はキャブレターをつけたのとタイヤが入ってたっていうだけで終了になります。はい、まあちょっと短いですけれども、今回はこれで終了で、次はキャブレターの前側と、キャブレターの前側と、あとエアーボックスですねがついてくるみたいです。あとこのタイヤの中のインナーとくっついてくるみたいなので、また来週の火曜日にお会いしましょう。はい、というわけで、今回11号はちょっと内容的にはあっさりでしたけれども、これで終了にしようと思います。
また続き見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきありがとうございました。